はい、どうもランラン先生です。今日も元気のともち。はーい、はい、それではここに来てしまいました。本日はここ国立競技場に来ます。ついに開幕しました高校サッカー選手権開幕戦を見に来ました。イエーイ。はい、ということでもうすぐ試合が始まりますので、今から国立競技場にインしていきたいと思います。はい、ちょうど始まりました。今選手が入場するところです。これから始まります。今から選手の皆さんが応援団に挨拶をしています。さあ、すごい応援ですね。いいですね、盛り上がってて。さあ、すごくランナー出てもすごく楽しみです。さあ、始まりました。選手の皆さん頑張ってください。1点入りました。はい、それでは1点入りました。すごい今粘りのゴールですね。2点目入りました。コーナーキックです。なあ、えぐい。はい、それでは後半戦選手たちが入場してきて、後半戦いよいよキックオフです。どっちの高校も頑張ってください。成立高校3点目入りました。ナイスゴール。うまい、えぐいですね。よく合わせましたね。ナイスゴール。さあ、工業1点返しました。ナイスゴール。粘りのゴールで1点返しました。もうこれナイスシュートですね。最後ギリギリですけどね、ゴールはゴールですからね。はい、粘りのゴールで1点返して3対1になりました。これからあと少し、最後までみんな頑張れ。さあ、工業2点目です。1点返しました。ナイスゴール。いやー、もうこれ粘りのゴールですね。もう最後まで諦めない気持ちが生んだゴールです。さあ、あと少しです。来るか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 。わー、ナイス。
さあ、試合終了しました。3対2で成立学園高校が勝ちました。ナイスゲーム。いやー、すごいいい試合でしたね。ナイスゲーム、お疲れ様でした。はい、それでは試合の方が終了しました。3対2で成立学園高校が勝利しました。おめでとうございます。いやでも最後津工業がボール持つたびにすごく観客席がすごく沸きましたね。もうすごい盛り上がって楽しい試合でした。もしこの動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ランラン。